こんにちは、賃貸の大崎です。本日は奈良市秋篠町にございますプランレールという 2LDK アパートのご紹介をさせていただきます。まずそしたらリビングの方からのご紹介ですね。リビングの方はキッチンスペースを含めまして約10畳ほどで広々としたリビングとなっております。こちらのキッチンの方からご説明させていただきますと、こちらの方はお好みのコンロを置いていただけるスペースと、調理スペースも、ね、ございますし、シンクも広くなっておりますので、順に調理もしやすく、洗い物もしやすいと思います。シングルレバーも、ね、嬉しいところですね。こちらの方が水切り棚と、また上の方ですね、下の方にも十分収納スペースがございます。そしてこの手元のところにですね、給湯器のリモコンがございますので、すぐに落とせて変更していただけるようになっております。またこの辺りとかですね、ちょっとした棚と冷蔵庫を置いていただけるスペースがございます。キッチンの横にですね、こういったカウンターがございますので、非常に使い勝手がいいかと思います。こちらの方はメンター付きインターホンがついておりまして、お顔を確認してお話ししていただけますので、女性の方にも安心していただける設備ですね。はい、また2LDK なんですけども、1台リビングのところにエアコンガス付けとなっております。はい、こちらの方がバルコニーということで、非常に広々とした、バルコニーとなっています。向かい側はですね、こういった形で、すっきりしておりますので、周りの目も気にしなくてもいいかなと。そしたらこちらの廊下の方に行きますと、リビングの隣に面したところですね、こちらの方が洋室6畳となっております。はい、テレビも、ね、見ていただけるようになっておりますし、またエアコンの方も、設置が可能なお部屋となっております。はい、こちらの方はクローゼットついております。お洋服も、ね、たくさんかけていただけるようになっております。また廊下の方に戻りまして、こちらの方はですね、2階のお部屋になりますので、1階の方から玄関がございまして、階段を上ってきて、お部屋があるというような形になっております。次に水回りの方ですね。こちらの突き当たりの方には、お手洗いがございます。次にこちらの方が洗面所ですね。洗面所の方にはこちら独立洗面台、シャンプードレッサーになっております。その隣に室内洗濯機置き場ありまして、反対側の方はお風呂ですね。はい、お風呂の方にもですね、追い焚き機能付きがございます。非常に、ね、便利な、機能がついておりますね。はい、そしてもう一部屋ございます。はい、こちらの方はですね、洋室6畳ということでですね、窓もね、下から上までございますので、非常に明かりが入って明るいお部屋となっております。またこちらの方もテレビ見ていただけるようになっておりますし、またエアコンの方も、ね、設置が可能となっております。またこちらの収納部分は非常に広くなっておりまして、先ほどの階段の上を、ね、利用したスペースとなっておりまして、奥側の方にも棚がございますので、非常に収納しやすいスペースになっているかと思います。はい、こちらの方は、閑静な住宅街のところにございますので、そちらの方も、ゆったりと過ごしていただけるようなところになっているかと思います。詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の大崎では皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。